行こうぜ1億2024久保です。いつもご視聴本当にありがとうございます。更新の励みになりますのでグッドボタンコメントよろしくお願いします。 LINE 社厳しすぎです。以前使っておりました公式 LINE がバンされてしまいました。ということで新しく LINE を作っております。必ずご登録お願いします。最近いきなり公式 LINE が使えなくなるという事例が多発しております。この LINE もいついきなり使えなるか分かりません。そういった時に連絡が取れるようにこの LINE を登録してもらうと予備の LINE が届きますのでそちらもご登録しておいてください。有益な情報をたくさんお届けして損はさせません。告知です。本日9月26日木曜日20時半からノード自動化プロジェクトズームセミナー第3回目を開催します。今回は平日希望も多々ありましたので平日の夜開催となります。第1回目は220名、第2回目は190名を超える方々にご参加いただきました。質問もバンバン来てめちゃくちゃ盛り上がりました。参加していただいた皆さん本当にありがとうございました。ノードエアドロップ間違いなく今一番ホットな分野ですので自分でやるにせよ自動化に頼るにせよ絶対に手を出しておいた方が良いです。本日9月26日の木曜日20時半からノード自動化プロジェクトズームセミナー第3回目を開催します。ということで本日のテーマですけれども一攫千金ゼロ G ノード AI インフラがもたらす奇跡のエアドローをお届けします。最近久保はノードのエアドローが熱いノードのエアドローが熱いと散々言ってきておりますがではどういったプロジェクトがあるんですかという中でこのプロジェクトまずねご紹介したいと思います。ゼロ G と言います。このプロジェクトは AI のインフラのためのブロックチェーンでモジュラーといってそれぞれが得意分野を担うようなブロックチェーンの一つでありその中でも DA レイヤーといって必要な時にデータやシステムを利用できるその領域を担っております。でなぜこれが注目されているかというと現状のイーサリアムのですね1000倍程度速いものを作ろうとしております。で今 Web3 とか言われてますけれどもその前の Web2 の人たちが一気に参入してきた場合ですねこの現状のイーサリアムの速度では、データの可用性がちょっと難しい、イーサリアム耐えきれないというか、実用的じゃないようなスピードになってしまうとでそこをこの 0G が担うことで特に AI とかゲーム関連などですね大量のデータの貯蔵を必要とするものに対して大量の需要に耐えることができると。でブロックチェーンなんで全て公開されて透明性が高いわけなんですよね。なので AI に対して不信感を持っているような意見というのも多いんですけどもそこをですねこのブロックチェーンで全部トレーニング公開することで、不信を緩和することもできるんではないかという今後 AI がねあの間違いなく社会に浸透していく上では必ずその基盤となるインフラというのが必要となるんですけどもこの 0G は DA レイヤーとしてその AI インフラを支えようとしているとそんなプロジェクトなわけです。はい、ここまでよく分かったよという方はグッドボタンを押してお知らせください。で今あのテストネットのノードをやってましてでそれを立てることでエアドローが相当熱いんじゃないかなというのを、仲間内で狙っているわけなんですね。でまずそもそもなんですけども資金調達を見てみると35ミリオンをプレシードラウンドで調達しているということでこれはかなりですね、すごい数字です。プレシードだと大体ね数ミリオンっていうのが多いんですけども10倍ぐらいのレベルの資金調達額を見せてましてでハック VC とかアニモカブランズとか OKX ベンチャーとかそうそうたるグミもありますね。グミはあの日本のゲーム会社ですね。そこのクリプトファンドですかね、はい、この方がグミの創業者かな、国光さんですね。こういうところにもね目をつけて出資してるんですね。はい、ということで、そもそもその AI で必要と、ね、されるインフラで、どこは派遣取るかっていうのは分かんないんですけどもその中の一つの候補になってくるぞとでそういった期待もあって初期最初の、ね、資金調達で35ミリオンもの資金調達をしていてその陣容も素晴らしいと。でノードのエアドローの話をするときに、よく太古の例を出すんですけどもこのねコスト5000円に対して
コストっていうのは VPS 代ですね。まあ、ノード立てるときって VPS などで24時間稼働させておくことが、まあ、推奨されるんですけども、そのコストは5000円でしたと。で、結果40万円の、ね、リターン、これエアドロ額ですね。なので、40万割る5000円と、はい、で80倍っていうねリターンを出してます。まあ、こんなリターンが出せる投資ってなかなかないと思うんですけども、ノードのエアドロップだったらその再現性っていうのがね非常に高いわけです。では80倍に狙ったアルトコインを買うと、まあ、ほとんどゴミくずになるわけなんですけども、ノードのエアドロップでね、まあ、狙ったものはまあ、大体エアドロップされて、で、まあ、最低でも10倍ぐらいは狙えるんじゃないかなと過去の事例を見たら思いますし、まあ、このように太古みたいな80倍ってこともね、出てくると思います。で 0G はですね、VPS 代がまあ大体月3000ぐらいかかるんですよ。で仮にですけど、これあの半年後に出たら1万8000かけて、じゃ あの仮に太古と同じぐらいになったとしたらですね、これで144万ですね。でもし仮にですね3000円で、1年間、ノードを立てましたと、要は1年間エアドロありませんでしたとなったとしても、まあ、3万6000円ですよね。これに対して、仮に太古と同じ、レベルの80倍になった場合は288万円、というリターンですね。半年だったらさっき見せましたけどこれの半分なわけですよね。で、まあ、少なく見ても、ね、10倍ぐらい狙えるんだとしたら、半年でしたらこれの10倍ということで、まあ、18万、うん、で1年でしたら3000円の12倍でこれの10倍、まあ、36万と、うん、なので、まあね、10倍とか80倍とか今例に出してますけど、その真ん中の40倍とか50倍ぐらいかもしれないし、それは未来になってみないと分かんないんですけども、かけたコストに対してのリターンの高さと、あとその確率ですね。で言ったら、まあこれ、まあ、かなりね、こんなに勝てる勝負ってなかなかないよって話で、つまりは期待値が高いってことなんですよね。なので期待値が高いことを全力でやるっていうのが久保のね投資哲学なんですけども、それをまあ愚直にやってきた、まあ自分もそうですし、それをして教えてるね、人たちも同じように結果が出ていると。で久保が運営してますディスコードではですね、ノードの立て方っていうのをですね、教えております。こんな感じでテキストだったり動画だったりですね、で、このように提供しておりますし、まあ、分かんないよっていう方はね、フォローできるような体制も取っておりますので、興味ある方は LINE で聞いてください。さあ告知です。本日の26日木曜日20時半からノード自動化のプロジェクトズームセミナー第3回目を開催します。今回はたくさんお声もありましたので、待望の平日開催となります。で第1回目は220名、第2回目190名を超える方々にご参加いただきました。質問もバンバン来てめちゃくちゃ盛り上がりました。参加していただいた皆さん本当にありがとうございました。で今日のね 0G の話でもそうなんですけど、ノードエアドロップは間違いなく今一番ホットなものなので、自分でやるにせよ自動化に頼るにせよ絶対に手を出しておいた方がいい領域になります。20時半からノード自動化プロジェクトズームセミナー第3回目を開催しますので、都合をつく方ぜひ、ご参加ください。それでは今日も一生懸命頑張って理想の未来を作っていきましょう。久保についてくれば大丈夫です。ディスコに入れば完璧です。今日の動画いいねと思ってもらえたら、チャンネル登録とグッドボタン、通知ボタン、応援コメントよろしくお願いします。